ルネモーリス・ガット・フォーセ、1940年、ルネモーリス・ガット・フォーセは、フランスの調校誌、香料及び交渉品の研究者、経営者である。父のルイ・ガット・フォーセが経営する、ガット・フォーセ社で働き、精油の輸入と合成香料の輸出を行う事業に、関わり、合成香料の研究を行った。父の会社を引き継いで、元々の事業から、皮膚や美容分野に事業をシフトさせ、 香料や、精油の医療への利用に興味を持って研究した。1937年に、精油の医療面での利用を扱った本ロームラザープ、レ・ウィール・エスンスイエル・ホーモンズ・ベイヒターリズを発刊し、同年に精油と、方向物質の、消毒、防腐、殺菌の特性にテーマを絞り、アンティーセプテックス・エッサンスイエルを発刊した。精油の医療への利用を、科学的に研究した初期の一人で、 現在声優による療法を指すアロマテラピーはガットホセが命名したと言われる。考慮及び高商品科学を中心に多数の論文がある。その他に考古学、戦士学、哲学、また超能力やアトランティスなどの比劇的なテーマに興味を持ち研究を行っている。歴史エッセイや SF 小説も出版した。経営者として成功したことから、 リオン工業企業連合の秘書官、後に副会長を務め、リオン貿易見本師の指導者、AICA の創立者など、様々な仕事を務め、地元の名手として知られた。ガットフォセ社のオフィス、1919年1881年に、ルイ・ガットフォセの息子として、フランスのリオンに生まれた。ルイは1894年の国際博覧会以降、 息子のアベルと共に経営していたガットフォセ社の事業に精油の輸入と合成香料の輸出を加えた。当時調香師が使っていた香料の品質は一定しておらず、アルコールで大幅に希釈されたり、テルペンガン有率が高かったり、合成香料も希釈され、濃度の定義も統一されていなかった。ルイ、アベル、ルネモーリスガットフォセは一定の濃度と香りを持つ。 純度100%の香料化合物の作成を試み、制作した。ガットホセは調香したちに使い方を指導するために、1906年に、ホームやらやジュパーファーマーを表し、この本は、版を重ねた。また、山岳地域で香料原料を栽培する貧しい農民のために、ラベンダーなどの栽培法、蒸留法などの技術的支援を行った。ラパーファーマリーモダン1910年に、 父類が亡くなった。同年ガットホセはひどいやけどを負い、悪化した傷をラベンダー油で治療した。第一次世界大戦で兄のアベルとロベールが戦死し、ガットホセは弟ジャンと共に家業の経営を行った。ガットホセは植民地製品の研究のためにジャンをモロッコに送り、ジャンは未知の植物をカタログにし、植民地での上流産業を計画した。 この時期の仕事は、ラパーファマリーモダンという冊子シリーズに記されている。ラパーファマリーモダンは声優の美容製品への利用法などについても語られ、40冊以上も観光され、当時の医師や治療家、美容製品や薬品を作る専門家から高い指示を受けたと言われる。観光当初は精油の効能と効量にクローズアップしているが、後半は化粧品機材や学会報告などが増えており、 内容に変遷が見られる。ガットホセは民間役としての声優の利用に興味を持ち、医師による家傷作用試験や臨床報告をまとめ、ロル・フィジー・ロジェケイ・デ・パルファンなどの論文を医師と共同で表し、またウシ・テレプタサイデル、エッセンサ・ディ・バージェマトなどの論文を発表した。これらの研究は最終的に1937年にローム・ラザープ、 レ・ウィール・エスン・スイエル・ホーモンズ・ベイヒターリーズとアンティ・セプテックス・エスン・スイエルとして発刊された。著作は、香料や精油の利用に影響を与え、リオンのいくつかの病院で医師の助力を得ることができたため、カット・フォーセは、香料精油の医療への利用の研究を続行した。方向物質の皮膚への利用を研究し、治療的な美容製品の技術が進歩した。これらの研究は、 プロデミー・デボテなどにまとめられ、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語で翻訳された。1950年に出版した、化粧品の本を最後に、同年モロッコで没した。ロー・ムラザープ、レ・ウィール・エスンス・イエル・ホーモンズ・ベイヒターリズは、精油やエッセンスの医療への利用についての著作であり、医師による報告や、動物実験の結果が掲載され、 当時の知見で科学的な分析も行われている。ラパーファーマリーモダンの記事と友人医師たちの臨床例が掲載された。ガットホセはこの本を出版する前、おそらく1928年頃から著作でヨーロッパで広く行われていた精油を使った医療をアロマテラピーと呼んでおり、これをタイトルとした。医学博士の鳥石像は精意を使った療法を 香りを嗅ぐことによって病気を治す療法を意味するアロマテラピーと呼ぶのはおかしいがおそらく香料の専門家であったガットフォーセは薬用植物の中で特に方向性植物から抽出した精油の効能を取り扱うことを強調したのであろうと述べている1940年にはロームラザープ第2弾が執筆されたがこれは出版されなかった ロー・ムラザープは現存する本が長い間知られておらず、イギリスのアロマセラピストのロバート・ティスランドは、20年に、渡ってこの本を探していたが、あまりの手がかりのなさに存在さえ疑っていたという。CW ・ダニエル社のヤン・ミラーが、ガット・ホセの息子からこの本を入手し、ティスランドはこれをもとに英訳を行い、省略に編集者の言葉、ガット・ホセの経歴と著作リスト、本文の補足、 作品が追加し、1993年に英訳版が出版された。日本では2006年に英語版に作品の造語と植物のリストを加えた日本語訳がガット補正のアロマテラピーとして出版された。現存する本が長い間知られていなかったため、著作の内容については孫引きや伝聞に頼ることになり、ラベンダー油で やけどの治療を行ったエピソードは伝説化され、ガットフォッセが精油の薬効を発見し、アロマテラピーが始まったきっかけとして、次のような内容で広まった。近代アロマテラピーの誕生は、フランスの科学者ガットフォッセに返せられている。1937年に著書、ロームラザープを発刊し、アロマテラピーという新しい言葉を作った。実験中、手にやけどを負ったとき、 たまたま身近にあったラベンダーオイルの容器にその手を突っ込んだところ痛みが消えきず跡もできずきれいに治ったという体験から声優の薬効に興味を持ちその研究を始めたのである。トリーシズを編集アロマテラピーの科学このエピソードは広く知られているが誤りを含んでおり正確なものではない。ガットホセはロームラザープの中で防腐保存の節に豚を使った。 動物実験の結果の次に、精油の防腐効果を示す一例として、自身の体験を次のように記している。エッセンス少量を概要することで、エソ性の傷の広がりが急速に止まる。個人的な経験談ではあるが、実験室の爆発事故で引火された物質を浴びた、私は芝生の上を転がって消火した。その後で、私の両手は、急速に広がる、ガスエソで覆われた。 ところが、ラベンダーエッセンスで一度洗浄しただけで、組織のガス化を食い止めることができた。この治療に引き続き、翌日から激しい発汗と治癒が始まった。臨床医になす術がないような時には、精油の何らかの作用に期待が持てるようだ。それが、やけどや負傷であっても、その理由はよく理解されている。ルネ・モーリス・ガット・ホセチョ、ロバート・ティスランド英訳、前田・クニコ・本語訳、 ガットホセのアロマテラピー当時は、抗生物質がなかったため、ガスエソは命に関わる症状だった。ガットホセの火傷は、ガスエソに達していたことから、重篤なものであったと考えられ、入院は長期に及んだと言われる。ラベンダー油を火傷に用いたのも、事故当時ではない。おそらく退院後に、プロバンス地方でのラベンダー油を使った民間療法を思い出し、 ラベンダー油を火傷の治療に用いたと考えられている。ロバート・ティスランドはこの事件について次のように注釈を加えている。この事故は神話になったかのようだ。ガットホセが声油の治癒力に目覚める重要なきっかけであったことに疑いの余地はあまりないようだ。したがってアロマテラピーの発展に大きく貢献したと言える。しかしながらこの出来事が アロマテラピー自体の発見の先触れであったというわけではない。ルネモーリス・ガットホセチョ、ロバート・ティスランド英訳前田区子日本語訳ガットホセのアロマテラピー、ガットホセ自身は著作で、この事件が声油の薬理効果に注目するきっかけであったとは述べておらず、火け事件以前から民間での声油療法を知っていたと考えられている。また、同時代に、 ガットホセ以外の医師や科学者も、声優の医学利用を研究していたため、この事件がアロマテラピー、または近代アロマテラピーの誕生の契機であるとは言い難い。しかし、この誤りを含んだ伝説は、アロマテラピーが誕生したきっかけとして、欧米や日本で広く検伝され、教室や民間検定で事実として教えられた。ロームラザープの英訳。 日本語訳が出版され事実関係の確認が容易になった後も伝説が歴史的事実として語られることが少なくない。ありがとうございます。